はい、じゃあそこでプレゼン資料。え、画面でってことですか？うん、そのマシンでもそのままプレゼン開いて、プレゼン資料開いて。USB でやっちゃったんですけど。あ、美容室探してる。させるんですか？どこですか？まだ来ないですね。よし。一応コピーしてきたんですけど、あとで印刷できたんですか。ちょっと待って。とりあえず。ああ、印刷はしてきた。はい、家の Wi-Fi 壊れてて、パワーポイント使えなくて、PDF になっちゃったんですけど。これあ、そうです。これ、OK。あ、でも文章ね。あ、あれ貼ったやつか。さっきに頼んだけど。はい、じゃあ、とりあえず。はい。いいっすか？自分は、その、中箱の本体のカスタマイズ案を考えてきました。2つ考えてきて、一つは全天候に対応した重箱ということで、重箱は車輪がついてどこへでも移動できるのが特徴であるんですけど、それだとやっぱキャンピングカーとかぶってしまって、今のところだとキャンピングカーの方が優れてるって思われてしまってるんですけど、そこで重箱にしかできないようなことをカスタマイズできたらもっと伸びるのではないかなと考えて、一つとして重箱の壁面を全部開けられるように、全開放できるようにするっていうことを考えました。壁面を全開放することによるメリットが2つあって、1つは重箱の中とバルコニー境を減らし、壁がないことにより、より大きな空間を作ることができる。で、楽しみも、使用用途もたくさん増えるかなと考えました。2つ目は、キャンプ地だったり、まあ、さっき話した被災地だったりが、もし雨だったり雪だったりした場合でも、その壁面が屋根代わりとなって雨を防ぐことができて、どこでも活躍できるのではないかなと思いました。で、2つ目は、天井壁面にロゴや文字を入れるということで、自分で調べた中の重箱はだいたい木目ばかりで、シンプルな見た目ばっかだなという印象があって、今後増えてくるっていう予想すると、やっぱ個性やなんか面白さっていうのも外で出した方がいいかなと考えて、この案を出しました。で、まあ、横にデザインするっていうのはなんかいろんな人から、まあ、批判っていうか好みが分かれると思うんですけど、天井にロゴや文字をデザインすることであまり目立たないんですけど、上からマップで見た際とかドローン撮影とかで見た際に見える、分かりやすいのでいいかなと考えました。内容薄いんですけど、やっぱ重箱の使用用途を増やすためには、もっと重箱自体をもう少し工夫していろんな使用用途に適応した使い方をするのも大事だなと思ったので、この案を出させていただきました。以上です。これはちょっと書いたけど、天井どう使うかっていう話は、重箱の中で割と
弱点なのかわかんないけど、天井はあんまり見せたがらない感じはある。天井の重箱の屋根ってちょっと都会っぽくて、しょぼい、ね。で、雨をしのぐっていう目的ではあるけど、今日もソーラーパネルにしたらって話もあったけど、天井の使い方はまだこなれてないって感じです。なので、で、ドローンで地球にできるようにするって話で、近くに書いてたのが、あれ、日本の例えばパトカーとか、こう、ああいう特殊車両って上に屋根に、はい、記号が書いてあって、それからこうあれは何どの、車の誰が担当なのか、どこの部署なのかって分かるようになって、そういうようなこうナンバリングの仕組みは、歴史としてはあるし、まあ、それ日本に限らず海外でもあるから、それを応用して、あそこに重箱あるよねっていうのが、ね、それこそ Google Earth とかも含めて、空から街を見ることがだんだんできるようになっていく、あれもこれもみんな重箱かみたいなことが分かるようになる。というのは一つ面白い発想かもしれないなとこう、読み取ったんだけど、で多分それをバレたいというか、自分はここにあるよってことを伝えたい、主張したい人もいれば、むしろプライバシーの問題で主張したくない人もいるから、この辺どう伝えるかみたいなことをもうちょっと深掘りできると面白い方向に行くかなという気がします。なっちゃったけど、なんか一言、ちょっとコメント、何、意見、質問。俺は多分、天井の使い方がもうちょい。まあ、1の具体的なものがちょっと、ありますかっていう感じかな。もう、雨も防ぐこと、これ、できない気がしますし、まあ、割り切っちゃうっていうのは一つのやり方だけど、顔も言ってたけど、やっぱり、木材って雨に弱いから、雨風に弱いから、一回ね、全面開放しちゃって、濡れちゃったらもうアウト。リスクの広い空間を作って何ができるんだっていう極論をちょっと具体性を込めて深掘りできればいいかなと思いました。はい、で、なんか2つともすごい素晴らしいと思う。で、さっきのその話のって感じでいくと天井用語やもんやったらキャンピングカーに天井してもいいやってなっちゃうと思うんですよ。キャンピングカーで、天井の天井に書けば別に重箱じゃなくてええやんみたいな。多分、これ天井って言ってるけど屋根のことだよね。そう、屋根に、車の屋根に置けば重箱じゃなくてええやんって思っちゃうんですけど、重箱でこれやったら僕は素晴らしいと思います。重箱では天井、屋根、空から見て屋根にこれが重箱だってことが読み取れるとどんな素晴らしいことなの。だそれは重箱じゃなくてよくねって思っちゃうんですけど、重箱じゃなければどういう使い方だ。そもそも普通のキャンピングカーにつけて何かメリットです。これはパッと浮かばない。識別できるじゃないですか。識別してどこキャンピングカーであることを識別して何か面白いことができそう。なんかまだ今そこが、いや 本人が多分一番、重箱の屋根にマーキングするのと重箱じゃないキャンピングカーなり、似たようなものを今気にするのとで、何か違いが出てきてるか。キャンピングカーはなんか、個人的に使う人が多いんじゃないかって考えて、別にそれだと天井に書くメリットはないかなと思って、でも重箱は企業とかが。でもそれは用途の違いなんですよ。逆に言うと、企業側が重箱ここにあるからみんなおいでよっていう目的に使いたいんであれば、むしろ、主張したい、はい、やっぱり重箱、キャンピングカーここにあるようで人が呼べるかというと、ふんで割っちゃいそうだけど、重箱ってやっぱりこの近くでまだ 見てないし、近くで多分横須賀とか、まあ、パブリックスペースだと限られた場所しかないので、やっぱりあこんな近くにも重箱できたんだっていうことに気づけると、ちょっと一回行ってみようかなっていう気にはなる。意味では主張する価値はあるかもしれない。でそれ以外の重箱以外のブランドを持ったみたいなものっていうのは俺は見たこと。下下予定すれば出てくるかもしれないけど、少なくともそこにこう価値が出てくるっていうところが重箱が一番先行っていう気はする。なので逆に言うと、だからこの発表が良くなるのは、じゃあ具体的に屋根にこういうのを置いたらそれが主張できる。でもプライバシーの問題で個人所有の重箱はやるべきじゃないというふうにする。まあそこの具体的なものを詰めていくと、
で、それに、ちょっとこちらの申し訳ないところは 3D プリンターが出したかったので、実際に 3D プリンターでマーキングしてみて、見てみると、ああ、これだったら、重箱の本当、そもそもデザイン邪魔しない程度に重箱を出したら伝わるみたいなところが出せるかもしれないけど、これにロゴデザインになり、そのマーカーのデザイン案みたいなものがあったりすると発表する。はい、という時間オーバーしたので、とりあえずでしょう。なので、話等々、まとめていくと、このゼミで何やったのかは、前半は、この研究室はマッピングの